開メルマガこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、えー、公式、えー、お客様からのご質問いただきまして、えー、こちらの本をですね、読んでくださった方にですね、このアインシュタインの言葉でですね、この平和のことを書かせてもらってるんですけども、そのところの このニュアンス概念がちょっと分かりにくいということでご質問いただきました。で、非常に私の大好きな、まあ、大好きなというか、まさにここだと、この文章に出会った瞬間に、うわーと、開花がやりたかったことと同じことを言ってる、ずっと偉そうですけども、このすごくこう感じたメッセージがあるんですね。で、アインシュタインが、ご自身が宇宙のことと平和のことをどうに考えているかというところでお話しさせていただきます。では、画面の共有に入ります。アインシュタインと宇宙。 と、平和ということで、アインシュタイン神を語るっていう本があるんですけど、非常に面白くて、こういう自宅に今置いてあっても、超書き込んでるんですけども、の中の言葉にですね、人間が宇宙的存在としての自らの尊厳を肉体的自我以上に自覚すれば、この世界は平和になることだろうと。 言う,んですね、えうんと何肉体的自我異常どういうことみたいな感じなんですけども、あそっちだったんだって気づくっていうことなんですね。私たちがそもそも体であり、体は素粒子ですよと。で、素粒子の隙間はスカスカで、でレントゲンがこう通り抜けますとかね、えー、ってなって、この中がもう素粒子でバーっと雲でしかなくて、そこを隙間だらけで通り抜けますと。 つまり私たちってもう隙間ですよと。この隙間、私たちが体であることも正しいし、素粒子であることも正しいし、隙間であることも正しいと。もう三階層重なってるみたいな感じで、で隙間が私って思った瞬間に、目の前の人も家族も職場の人たちもスーパーの方々もみんな隙間だらけですよと。で私が隙間イコール目の前の方も全部隙間で、で人間のみならずパソコンも電車も車も 空気も全部こうスカスカの隙間ですよということなんですね私が、えー、体であり隙間であるということに気づくといろんな方々も隙間でいろんな物質も隙間で地球自体も 素粒子なので地球も素粒子上に隙間、スカスカの隙間なので、私が皆さんが隙間、あなたが隙間って思った瞬間に地球が隙間ってなると、あなたと地球は隙間でイコールになってるっていうことなんですね。で、あなたの隙間と地球の隙間は何の差もない、なみんな同じですよと。で、それが宇宙中全部が隙間なので、隙間の結果素粒子が生まれたり、素粒子がなかったりという状況で、この隙間が えー、ゼロポイントフィールドっていう側なんですけども、私がそもそもゼロポイントフィールドなんだということに気づくと、えそんな、そんなね、私すごい存在じゃないんですけどって思っていようが、全然ダメダメなんですけどとかね、えー、仕事の結果出ないんですけどとかっていうふうに思っていようが、隙間であることは絶対に事実でレントゲンが通り抜けるので、隙間であることは事実なので、この自分がそちら側の存在だったんだっていうふうに気づいた人たちだらけになれば、 この世界が平和となることだろうと。そうすると、戦争とか紛争って何で起こるのって言ったら、あっちの国の資源を奪っちゃえとかね、ここはもともとうちの領土なんだっていうふうに、外にこう求めようとしていてで、相手は関係ない、自分さえよければって、エネルギーで,、えー、で、パワーで抑えつけるっていうふうに、物質側になってるから戦争が起こり、 で、物質側だから自分はダメだという、た多古評価で自分はダメだと思って、で、ね、自ら命をね、追い込んでしまったりとかになってしまうと、本当の平和ではなくって、本当の平和って、戦争がなくなることとか、核兵器がなくなることではなくて、で、自殺がなくなることではなくって、自分たちがそもそも宇宙的な存在だということに気づくという意識レベルになっていれば、世界が平和になっているだろうということをアインシュタインが言いたいんですね。先ほどの文章を戻しますと、 人間が宇宙的存在としての自らの尊厳を、自分はそちら側なんだ、めちゃめちゃ尊いんだと、を自分の体以上に、あ、こっちだったんだって気づいたとき、この世界が平和になることだろうということなんですね。ぜひ、こちらの感覚をですね、皆さんが頭ではなく、この、意識、意識レベルでそうなっていくと。でそこに至るのに、やっぱり日常の まあ衝突だったり痛い思いをした時に外を向けてるから自分じゃなく人のせいにするとか自分だけを攻撃するから苦しくなっちゃってるんだなそうじゃなくて自分って宇宙的存在で全てのご存在がスカスカの隙間なので全てのご存在が宇宙的存在だったんだって結果 美味しい、苦しい、楽しい、幸せ、最悪とかっていう感情がありつつも、どんな感情がありつつも、宇宙的存在であることは変わりないということに、視座をこう深めた生き方をしていくというふうになっちゃえば、地球が平和になるということを、海外がどん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 進めさせてもらっていて、本当にこうね、あの、セミナーの中でも、じわ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 その空気感を感じてってくださるんですね。80人とか100人の皆様が、わーっとこう感じてくださる。あ、こっちだったんだ。ってこう、気づいたときに、 もう数分間皆さんがもうじーとこう命の側でつながりあってみんな動か体を動かしたくないような。 あの整った、通った状態になるんですね。そこに気づいたその周波数で家庭に帰り、職場に帰るから、家庭や職場が落ち着いてくるということを、えー、開花やらせていただいております。で、そういう人たちだらけにすることが地球の平和になっていくので、そういうふうに地球をね、えー、いかに一刻も早く平和に平和側を引き出すかということを、えー、どん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 動かさせてもらっております。ぜひ皆さんもあなたもですね、こちらの根源側からそもそも生かされていると。 気づかなくても気づいていても信じてても信じていなくてもどの人でもどのご存在でもどの物質でも根源側からあのエネルギーもらうけ素粒子が生まれ物質体が存在しているというふうに気づいていっていただければと思います。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。